こちら石川県珠洲市午後4時41分頃の映像をご覧いただいていますけれども住宅街の方に白波が押し寄せる様子が実際に映っています実際に津波は観測されています第2波第3波と襲ってくる恐れもあります今すぐ高台へ逃げてくださいこのように家屋などが倒壊しまた暗い時間帯ですから足元などを注意しながらですね今すぐ高台へ逃げてください命を守る行動です今すぐに迷わな まず逃げてください大きな被害をもたらした東日本大震災を思い出してください石川県輪島市多くの家がですね倒壊している様子がわかりますそして道路もこのようにひび割れて、ね、いますね,ね足元に十分注意しながら逃げてください岸田総理大臣は先ほど午後5時15分頃総理官邸に入りましたその際岸田総理は 住民の皆さんには引き続き強い地震の発生に十分注意していただかないといけないとした上で津波の予想されている地方では一刻も早い避難をお願いしたいと呼びかけましたこの後岸田総理大臣は被害情報などの報告を受けることにしています大津波警報が発表されています今すぐに逃げてください直ちに避難してください命を守るためです迷わずに逃げてください 大きな被害をもたらした東日本大震災を思い出してくださいもう辺りは暗くなっています足元に気をつけながら家屋などが倒壊して木材などが下にある可能性があります気をつけながら歩くようにしてください